おはようございます。2022年2月12日土曜日の朝です。今日の体重は 63.70 でした。体脂肪率は 36.5% です。おはよう、アビラちゃん。今日の天気は曇り、でもちょっと晴れっぽいです。今マイナス7度ですね。実はですね、昨日結構夜遅くまで作業していたため、今日起きたの遅くて間もなく10時って感じです。あ、ちゅんちゃんも結構いますね、やっぱり。おはよう、ちゅんちゃん。今日の朝ごはんです。今日はオートミールパンケーキ初めて作ってみました。美味しそうにできました。あとは湯気がすごい。あとはハムエッグ、いろいろサラダ、水菜、からし菜、三等菜、わさび菜のサラダと、アボカドトマト、オニオンスライス、大根人参のサラダ、ヤーコンのツナあえサラダ、あとは酢です。じゃーん、火鍋の鍋を買いました。火鍋の鍋なんですけど、火鍋をするために買ったんじゃなくてですね、なんかしゃぶしゃぶを肉側、野菜側に分けてやろうと思って買いました。これ昨日届いたので、今日はこれからしゃぶしゃぶにします。今日のお昼ご飯です。今日はまたしても豚肉のしゃぶしゃぶ、豚しゃぶです。あとお野菜はいろいろ、お豆腐、なんだっけ、ごぼう、わさび菜、からし菜、ほうれん草、しいたけ、人参、もやし、そして新しく購入しましたこちらの火鍋の鍋で食べたいと思います。締めのラーメンは、今日はですね、ちゃんとしたラーメンの麺、一人前を二人で食べようと思います。締めのラーメンは、私はいつもこちらのジンギスカンのタレで食べてます。それがまたニンニクとかが効いてて美味しいです。今日の夜ご飯です。今日もお蕎麦、ちょっと我が家はお蕎麦率が高いですが、今日もお蕎麦、具はほうれん草のひたしとお揚げのっけにしました。このお揚げはなんかスーパーで売ってたんですけど、このポポーってパラパラーってやるだけでいいやつです。食べます。はい、ということで今日も一日が終わりました。本当にタイトルとかですね、サムネとかにもですねあったように、本当に今日は本当に何もなんかダイエットらしいこと全然できませんでしたね。ウォーキングも行く時間なかったし、もう早く終わらせて早くウォーキング行こうみたいな感じでやったんですけど、全然終わらなくてですね、でもまあしゃーないですね、こんな日もありますね。まあ時々あるんですけどね、私こういう日でも本当何もできなくて、本当見応えのないつまらない動画になっちゃって、本当申し訳ございませんでした。せっかく見ていただいたのにですね、すいません。でですね、一応今日まあもしダイエットらしいこと何かしたとすれば、今日は動けないと思ったので、夜のお蕎麦の麺を半人前にしました。あとはですね、昼しゃぶしゃぶ、これは別にダイエットのためってわけじゃないけど、お野菜いっぱい取ろうと思ってしゃぶしゃぶにしてですね、お肉、いつもそうですけど、お肉も、あれです。300g くらいあるんですけど、私大体そのうち半分も食べないんですよね。3分の1くらい、ちょっととかくらいかな、食べて、ほとんどでもお野菜でお腹いっぱいにしました。そうで、なんか順番にちょっと遡ってますけど、朝ごはんもですね、今日違うんですよ、ご飯を炊き忘れちゃったんですよ。ご飯を炊き忘れちゃったので、急遽オートミールでパンケーキを焼きました。で、初めて作ったんですけども、またそれも簡単でしたね。オートミールに豆乳を入れて、卵を入れて、あとベーキングパウダー入れて、ちょっと蜂蜜で甘みつけて、
それで30分くらいかな、置いといて焼きました。ただそれだけのオートミールパンケーキでしたけど、全然美味しくできました。うん、なんかお腹も膨れるしいいですね。本当に何もない時とか即席でパッと作れる品が1個できたのでよかったなって思いました。あとですね、もう野菜をめちゃめちゃ買い込んできたので、しばらくはですね野菜豊富な食卓になるんで、よかったかな、買ってきてよかったなって思ってます。やっぱりですね、道の駅が近くにあるっていうのはすごいありがたくてですね、一応アビラさんの多分ハウスのものなんでしょうね。今畑はもう絶対もちろん雪があるからないので、ハウスの中で育てている水菜とかカラシナとか、なんかそういう葉物野菜ですね。うん、なんか美味しいです。だからすごい新鮮なので美味しくいただけてよかったなーって思ってます。はい、じゃあ今とりあえずですね、今日頑張ったのでお仕事ですね一段落ついたので、明日はちゃんと運動何かしら、まあウォーキング行きたいなと思ってるんですけど、ウォーキングとかできるかなって思ってます。あと体脂肪ちょっと今日戻ってましたけれども、なんか筋トレやると次の日体脂肪増える。普通は逆ですよね。なんでしょうね、わかんないけど今日ちょっと戻ってましたけどね。ただ体重そろそろだんだん下がってってほしいなって思うんですけど、やっぱり今ウォーキング頑張ってるので、あとは食事かな、食事かなってちょっと思ってますね。なんか夜前ちょっと遡って自分の動画チロッとだけですけど見たんですよね。したら夜16時間断食やるっつって、オートファジーだって言って夜ご飯抜いてること結構あったんですよね。オートファジー3日間続けてやって、今その次の日からは普通に夜ご飯も食べるとかって、たまに3日間オートファジーやりますみたいな、16時間断食3日連続でやりますとかってやってたんですよね。でもな、なんかな、遺伝子検査やった時に断食が体質に合わないって書いてあったから、どうなのかなって思いつつですね、一旦試しにやってもいいかもですねとか考えたりしてます。はい、そんな感じでダラ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 と喋っちゃいましたけれども、もう最後まで見ていただいてありがとうございました。本当なんか今日は全然見応えのない動画になっちゃって申し訳ございませんでした。明日からまたですね、ガシガシ歩いたりとか、まあ運動できたら運動したりとかしたいと思いますので、お楽しみにしててください。ではまた明日お会いしましょう。最後までご覧いただきましてありがとうございました。またねー。